つまり今の立憲の議決権が一切税金がかからないようにやっていると。だから税の公平、今度ブログで読んでいただけましたでしょうか。私の高橋さんと鈴木さんにお願いして30ページばかりのやつを送ってきましたので、それ読んでいただければ分かるんですけれども、経済公費が生んだ公費支配の経済大国なんだ。それが日本が全て最大の。で、税金は福祉と税金という規範紙にそれを書いたわけですけれども、税は公平でなきゃならない。つまり日系の株主の取得に関して払ってない分はどっかの誰かが払わなきゃならない。で、これが分からない最大の理由が今仲間内だけでやってる。しかもそれは日刊新聞法であると。それは戦前からそういうことやってるんだと、伝統なんだと。しかしその役割が終わってるんだと。貧しい時に100円のものを100円で買って100円で売ったって、100円のものが1000円になって、1000円のものが5000円になって、5000円のものが8万円になってるのにからそれをやると。それは結果的にその日系の伝統というものが国家の皆様方と税の不平等を日系の今の仕組みが生んでる、それに対して最高裁がお墨付きを与えたと。税の公平という国家の一番基本の代表なくして課税なし、日本は代表を送って課税逃れをやってる財界と、代表を送って補助金もらってる人と、厳選徴収されて代表のない大多数のサラリーマン、この構造が新聞が書かない、学者も書かない、これは所得分配ではどうにもならない。1929年のアメリカの大恐慌と同じ構造の資本主義の資源、資本の原子力コンビナートの臨界事項が80年前の大恐慌だって。で、その震源地が今日本のこの失われた10年で、ゼロ金利の10年の中でサブプライム問題を起こって日本に跳ね返ってきてるんだと。そういうことを私書いてるわけです。それを20年前から、いや40年前から同じことばっかり言ってるわけで、それをちゃんと書いてありますから。だからそのエキスをまとめたのがこのブログで、今回のために誰か読んで見通していただいた方いらっしゃいますか。まだぜひ非常にありがたいのは、皆さん方は自信を持って今私が言ったこと、国家が法によって税金を差別して、そして払って働いて富を作った後期高齢者をおばさやまにして、また選挙権もない子供や孫に付けを回して、我々の世代そのものが敵前逃亡しようとする、そういう国家に警鐘を鳴らすべき日系が、そういう国家に守られて、そしてそれを株主総会やってもそれが通らない、裁判やっても最高裁までそれでいいんだと。そしてその今の税金の問題は東京国税局と国税庁に、長官に私は何回もやったんだと。で、そういうことを今までのしきたりだ伝統だと言って、彼らは恐れて役人だやらない。しかし日系は特権をもらっているんだから、行政が言わなくても日系は自らそれを進んでやるべきだということをやってきた。で、それを役所も税務当局も東京国税局も国税庁も、それから東京地裁、高裁、最高裁も、それもダメだと言ったら、こんな懈怠な病気というか、歴史上病気の原因がわからない病気で死んだという奇病ですね、奇病と言いますか、歴史上。しかし病気になって死に至る病は死という形で迎えるよと。しかし鳥インフルエンザじゃないけども、エイジじゃないけども、伝染したら困るからというんで、早く日本を消毒して潰してしまえということになりますよと。私はアメリカの大統領だったらそうしますよと。中国の国家主席、総理主だったらプーチンだったら、あるいはベルゼロフだったら、日本は日清戦争をやって、日露戦争をやって、日中戦争をやって、この3つの大きな国と戦争をやったんですよ。日本は、彼らは知ってますよ日本のことは。じゃ、それをアメリカは原爆を落としただけだよ。いや、今6カ国協議で調整になって
中国だってソ連だってアメリカだってあの将軍様のあの在り方が不正の在り方と同じようにおかしいことをみんな分かってながら日本の拉致したそれがおかしいの分かってながらアメリカだってロシアだって中国だってお隣の韓国だって日本がこれ以上大きくなって良くなることがどうなるのかと心配してるんだと我々があまりにも善意で勤勉で優秀であるがゆえに一種の優秀なユダヤ人が随分受難をして国も国土がなくてイスラエルを作ったと同じような形でこんなのに国家主権を与えといていいのかどうかとこれらの歴史の審判が私の分析にある経済の分析アナリスト相場は相場に聞けという地球の 0.3% の国土の面積で地球の値段の 60% をしたのは1987、89年日本一つ打った地球を一つ半変えるような経済帝国主義経済侵略主義を日本がやったんだとそれが今の税金を払わないで富にしちゃったとそしてその富を自分のものにして私物化して議決権を持ってそして今の官僚システムと自民党の仕組みとそれと今の財界とマスコミと学会が一緒になってだから政治の中で飛び出した亀井さんだとか学会で孤立無援のやってる岩先生だとか異端児だけ以外が世界にしか日本世界に通用しない歴史の評価に耐えられないとこれは民主主義やって多数決になった時は国が滅びてる時だと自分で滅びるのは勝手で自殺するのは勝手だけども巻き添え世界人類を巻き添えの無理心中を日本がやってるんじゃないかとでそういうことを40年代私は言い続け書き続けてきたわけです浅田さんもう一人か皆さん方でぜひそういうことを一方通行の大本営発表だからどうぞ よろしいですか、はい、ここに質問よろしいですかいや今いいですかお話をお伺いして分かったのはそのなんかひどい目に遭われて浅田さんが非常に怒っておられるというのは分かったんですけど具体的に何がどうなったのか全然分からないのでもう一つ共感しづらいんですねでその自社株を100円取り上げられて自分の価格で売れないってのはなんでそんなことがあるのか理解できないですどんなですか今私ですけどその日経側がどういう理屈で100円で取り上げる要するにかなり理不尽なこと言ってきてるわけですよねなんでそんなことができるのかが理解できないんですけどそこをちょっと教えていただかないともう一つこう共感しづらいんですけど